お疲れ様です。京介です。よろしくお願いします。はい、ということなんですけれども、今日はですね、見ていただいた通りですね、体がかなり変わってきております。で、その今日はアスリートボディさんからいただいてやっているプログラム内容をですね、紹介しようと思います。で、まあ、同じことですね、ちょっと本編でも言ってると思うんですが、何が違うのか、今まで自分がやってきた内容とアスリートボディさんからいただいたプログラム内容の比較とか、一番最後にプログラム内容も紹介したいと思いますので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。まあ、体がね、本当に変わったんで、はい、それでは本編の方どうぞ。はい、という感じでね、今体を見ていただいたと思うんですが、かなりですね、順調に絞れて、はい、来ております。で、ここで今回ですね、皆さん気になっていると思うんですが、アスリートボディさんのプログラムを今やっているわけなんですけれども、12月から、はい、やっているんですよ。で、12月からここまでどういうプログラム内容でやっているのかっていうのをですね、紹介していきたいと思います。で、今まで自分が独自で組んでいたメニューと、アスリートボディさんからこういう風にやってくださいっていう風にいただいたメニューと、まあ、比較をしながら、今までと何が違うのかっていうところもですね、紹介して、最後にプログラム内容を、紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。本当にですね、ここまで順調に来れて、ストレスもなく、で、疲労は、まあ、疲労がゼロってわけではないです。疲労はゼロってわけではないですけれども、今までの減量に比べたら、日常生活だって本当に楽ですし、で、そういう風にしていただいたですね、プログラム内容をですね、紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、それじゃあですね、アスリートボディさんと、自分が今まで独自でやっていた、まあ、トレーニング内容の違いなんですけれども、1週間のトレーニング頻度、ですね、1週間のトレーニング頻度は、自分でやるとき、やってたときは、だいたい4回から5回ですね。で、アスリートボディさんの内容はもう5回っていう感じでした。で、自分のトレーニング時間っていうのはもう2、3時間ガンガンやる、もうヘロヘロになるまでやるっていう感じだったんですけれども、アスリートボディさんのトレーニング内容はもう1時間、やっても1時間半。まあ、足の時ぐらいですかね。で、次に各部位のトレーニング頻度が、自分は週に1回でした。で、いただいたトレーニング内容は週に2回です。はい。自分の時よりも、まあ、明らかに刺激を多く入れようっていう感じで2回、はい、組ませていただいております。で、1回のトレーニングセット数ですね、最後1日でやるトレーニングセット数なんですけど、自分はまあ胸だったらもう20セット30セットもうやるっていう感じで、はい、もうとことん追い込んで、アスリートボディさんからいただく内容っていうのは全部でも7から10セットぐらいですね。はい、7から10セットやる、もうこの明らかに半分以下の内容でやらせていただいております。で、各部位の総セット数ですね、要は1週間です。1週間で見た時にどのぐらいのセット数になってるかっていうと、自分がもう要は各部位 1日に全部もうその部位だけっていう感じで追い込むんで、もう1週間に20から30セットやるっていう感じで、で、アスリートボディさんっていうのは各部位に週に2回なので、各部位ごとの総セット数はだいたい14から17セットっていう感じですね。もう本当にそれでも自分のセット数よりも低いという感じでやっています。で、最後に各部位ごとの追い込みのセット数ですね。例えば自分だったら5セットやるじゃないですか。5セットやったらもうどのセットも追い込む、もうドロップセットもやったりフォースもやったりみたいな感じで、だから合計で、まあ本当全部一緒ですよね。20セット30セットやるんだったら20セット30セット全部追い込むっていう感じだったんですけれども、アスリートボディさんのやつはもう合計で5セットぐらい、はい、だから例えば4セットあるじゃないですか。例えば4セットやるんだったら1、2、3で、最後の4セット目でようやく追い込みのセットみたいな
はい、って感じですね。まあ、もちろんきつくなったら3セット目から追い込むって形になるんですけれども、で特にアイソレーション種目なんかはもうほとんど最終セットのみっていう感じで、追い込みのセット数は5セットって感じですね。もうこれでずっとやらせていただいて、こういう形で体が変わってきているので、本当に最高のプログラム内容だなって思います。でこういう風に自分のプログラムを見た時といただいているプログラム内容を見た時に、本当にもう圧倒的にセット数はこっち少ないんですよね。でこれだけしっかり絞れてるんで、本当にすごいなって思います。でこれでアスリートボイスさんが作っていただいたんですけれども、プログラムを作っていただくときにこだわっていただいたポイントっていうのが3つあるみたいで、それが1つ目がセット数をまず減らしたっていうところですね。見ていただいてわかると思うんですけれども、でセット数を減らすことによって、まあ、減量中って食事落とすじゃないですか、カロリーを落とすんで、回復っていうのがもちろん遅くなるわけですよ。で追い込みすぎることによって回復が追いつかなくなって、パフォーマンスっていうのはどんどん下がるんで、そういう回復に支障が出ないようにするために、最低限でのトレーニングセット数っていう形で、はい、セット数を減らしていただきました。で次にこだわっていただいたところが、部位ごとのトレーニング頻度っていうのを週1から週2に変えていただいたっていうところで、少ないセット数で1回あたりのトレーニングセット数を減らして、最後まで集中力とエネルギーを切らさずに行うっていう風な目的でさせていただいております。で最後にこだわっていただいたポイント3つ目が、できるだけ筋肉の可動域全体に入るようなプログラム内容を作っていただいたって感じですね。まあ要はスクワットだったりでレッグプレスだったりで、スクワットレッグプレスっていうのはこの落とした時がめちゃくちゃ負荷が入って、で逆に伸ばした時に負荷が弱くなる、でこれが終わったら次レッグエクステンションで、レッグエクステンションっていうのは伸ばしきった時に一番負荷がかかって、で落とした時に、まあ、負荷が軽くなってっていう風に、もうとにかく筋肉まんべんなく可動域を使ってやってあげることによって、少ないセット数で効果的に刺激を入れるっていう風な感じでやっていますという、まあこだわっていただいたポイントが3つで、でこのプログラム内容を見た時に自分ね、受けさせていただいてるんですけど、やっぱり不安になることってあるじゃないですか。それ今まで自分でやってた、もう何十セットもやって追い込む、2時間3時間そっから有酸素みたいな感じでやってたので不安になるわけじゃないですか。でその時にまあいろいろ質問したんですよ。でその質問をしたことに対してのアンサーっていうのを今から紹介するんですけれども、まず自分が半分くらいのセット数で大丈夫なのかっていうところを、まあ、これは本当に不安だったんで質問したんですよ。でそしたらこの動画でもたびたび言ってるんですけれども、もうとにかく疲労をためないようにするために少ないセット数で行う、でも筋肉にまんべんなく刺激を入れるため、結果的に今重量下がってないんですよ。本当にいただいたプログラム内容からここまで、まあ、3ヶ月経ってますけど、本当に重量が下がらずできております。スクワットとかベンチに関してはちょっと上がってるぐらいの感覚でやれてるんで、だからヘロヘロになってやるってことがないです。これが一つ目の質問でしたね。で次の自分の質問が、有酸素は必要かっていうところで、まあそれは減量の皆さんこれ迷うところだと思うんですけれども、有酸素必要なのか必要じゃないのかって結構思うじゃないですか。もう最初から入れた方がいいのかっていうところで自分も聞いたんですけれども、有酸素は必ずしもやる必要はありませんと。体脂肪を落とすにはカロリー収支が結果マイナスになっていれば脂肪っていうのは自然と落ちてくるんで、有酸素をやって疲れを溜め込むっていうことはしたくないので、なるべくしなくていいですと。ただ減量が間に合わなくなった時の最終手段としてやるぐらいの感覚で大丈夫ですというふうに回答いただきました。確かになっていう感じですよね。もうカロリー収支が合っていれば自然と落ちるわけですから、でそこでね有酸素入れて疲労を溜め込む必要はないのかなと思いました、ね、で最後の自分の質問だったんですけれども、さっきのセット数の話と一緒で、フォーストレップとか、ドロップセットとかは必要ないのかと、今まで自分それでねやってたんで聞かせていただきました。そしたら、まあ、やらなくて OK ですと。通常のセットと比べてフォーストレップとか、ドロップセットには大きな違いは本当になくて、また、これらのテクニックは減量のスピードを早めるっていうよりも、もうとにかく疲労が大きくなるために、デメリットの方が強いですと、大きいですとっていう回答をいただきまして、減量では
体の回復に支障が出ることを考えて、トレーニングでの疲労は可能な限り落としたいと、溜め込みたくないとっていう形で、ポストレップドロップセットはもう必要ないですっていうふうに、はい、答えをいただきましたという感じですね。自分の質疑応答に関しては、で今の3つ で最後に今自分がやっているトレーニング内容ですね、プログラム内容をちょっと紹介したいと思いますので、ただこれはですね、自分の体とかをいろいろ踏まえた上でのプログラム内容なんで、皆さんがこれをじゃあ真似しようって言ったら、その人の体に合っているかどうかはわからないんで、まあ、全部参考にするっていうことだけはですね、もうしないようにしていただければなと思います。でトレーニングが A、B、C、D、E というふうに分かれていまして、でまずトレーニング A が胸と背中と腕みたいな感じで押す、引く、まあ、そういう日にしていますね。でここから種目名とセット数を紹介していくんですが、まずベンチプレス6回から8回、それを4セットで、インクラインダンベルフライそれが8回から12回、それを3セットで、その次にこれで胸終わりです。で懸垂6回から8回、それを4回、4セットで、その次にリアデルトロー引く種目ですね、背中8回から10回、それを3セットダンベルサイドレイズ、ここからもう背中じゃお背中は終わりで肩です。ダンベルサイドレイズ8回から12回、それを5セットで、その次に腕3頭プレスダウン8回から12回、それを3セットで、その次2頭ダンベルカール8回から12回、それを3セット以上です。はい、で大体これは1時間20分ぐらいあれば終わります。で休憩なんですけれども、休憩時間は大体多関節種目に関しては3分から5分ぐらい取ってます。で単関節運動、アームカールとかプレスダウンとかそういうやつに関しては1分半から3分取ってますね。でこれもそのぐらい取っちゃって大丈夫ですっていう風に、いただいてます。で次にトレーニング B ですね、ここからは足の日になるんですけれども、スクワット合計で4セットなんですけれども、10回10回8回6回で、その次にレッグプレス8回から12回、それを3セット、レッグエクステンション8回から12回、それを3セット、レッグカール8回から12回、それを4セット、バックエクステンションこれでハムですね、8回から12回、3セット、カーフレイズふくらはぎですね、8回から15回、4セットで、最後に腹筋リバースクランチ足上げですね、8回から15回、それを4セットっていう感じです。これも大体1時間半ぐらいで終わります。で次にトレーニング C です、これは胸腕って感じです。インクラインダンベルプレス6回から8回、4セット、ディップス6回から8回、3セット、ペックフライ8回から12回、3セット、胸はもう終わりです。で次腕プレスダウン8回から12回3セット、トライセプスライングケーブルでのライングフレンチプレスみたいなやつですね、8回から12回3セットで、最後にケーブルでのサイドレイズ肩ですね、8回から12回5セットっていう感じです。これは1時間ぐらいで終わります。で次にトレーニング D、 次が背中ですね、背中の日になって、ワンハンドプルケーブルでやるプルなんですけれども、これが4セット10回10回8回6回、合計4セットで、シーテッドケーブルロー、こうやつですね、8回から12回3セットで、プルアパートっていう種目なんですけれども、ケーブルにこういう風につけて斜めに落とすような感じでっていう種目ですね。8回から12回3セットで、背中終わりです。でここから肩の後ろケーブルリアデルトフライ8回から12回3セットで、肩の後ろ割りで、次上腕二頭筋と前腕ですね、ハンマーカール8回から12回3セットで、最後にインクラインケーブルカール8回から12回3セット、これをやって、まあ、1時間ちょいって感じですね。で最後にトレーニング E ですね、1週間のラストです。ナロースクワット、あの自分が木澤さんのところでやってたスクワットですね、これ4セットで10回10回8回6回、ちょっとずつ重量上げていく感じで、その次にレッグエクステンション8回から12回3セット、その次にもも裏に移動してルーマニアンデッドリフト、6回から10回、それを4セット、レッグカール8回から12回3セット、カーフレイズ8回から15回4セット、ケーブルクランチ8回から15回4セットっ
って感じです。でトレーニング E に関しては1時間20分ぐらいで終わりますね。という感じで、もう本当にこんなものって思ったかもしれないですけど、はい本当にこんな感じです。でトレーニングの頻度が、トレーニング A の日が月曜日、トレーニング B が火曜日、トレーニング C が水曜日、トレーニング D が木曜日で、トレーニング E が土曜日で、オフの日が金曜日と日曜日っていう感じですね。で、なんで金曜日と日曜日なのかっていうと、自分の仕事の関係とか体の疲労をいろいろ考えていただいた上で、金曜日と日曜日がオフの日っていう感じになっております。いろんな人から見たら変則的と思うかもしれないですけど、自分はこれが結構助かってます。という感じで、自分はプログラムをいただいて12月から3月までやって本当に順調に来ております。なんでもうやっぱり一番感じているのは疲労の少なさ、これは本当に実感できますね。皆さん減量して最後の方とかも、もう途中からフラ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 する方とか多いと思うんですが、今回自分このプログラム内容をいただいて、まあ、全くではないですけども、今までよりかは本当に楽にできておりますので、ぜひですね、もう気になる方はですね、もう7月の大会出たいとか、まだなんとか間に合うかなっていう思ってる方はですね、ぜひですね、アスリートボディさんに問い合わせをしてみてください。もうマジで体変わります。それはもう自分がね、今効果出してるんで。で最後はですね、5月の3日の東京ノービスで優勝すれば間違いない結果ですので、皆さん楽しみにしていてください。アスリートボディさんのおかげでここまで来れていますので、自分もですね、こっから先、バカ食いとかね、しないようにして、はい、アスリートボディさんにも迷惑をかけずに頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今日はこんな感じで失礼したいと思います。何かわかんないことがありましたらですね、もう直接アスリートボディさんの方に連絡をいただければ回答が来ると思います。で、まあその前に一旦自分挟んでいただいても大丈夫なんでね、迷ったことがあったらすぐ、はい、連絡をしてみてください。じゃあ今日はこんな感じで失礼します。バイバーイ。